お茶は美味しいですね。穏やかな気持ちになります。ねえねえ、みずきちゃん、私のリップ見なかった？うん、どこ行っちゃったかな。うん、昨日買ったところだってのに。私は見なかったです。でもラップならそこにあります。みずきちゃんっていつも面白いよね。あ、頭を撫でられた。これはもしかして褒められた？特に褒めてないかな。そうですか。リーダーたるヨリちゃんをここまで完全に無視するなんて。ちょっとあんたたち、私の話を聞きなさいって。ば、もうすぐ本番なのよ。もうヨリちゃんって怒ってばっかりよね。あんまり若いうちから怒ってると後悔するわよ。年取ると眉間のシワとか取れなくなっちゃうんだから。本当？嘘でしょ？嘘嘘。なんでそんな嘘つかれなきゃいけないのよ。あの、伊織様、ちょっといいですか？何よ、うるさいって言うつもりなら完全にお門違いよ。あんたたちが私の言うことを聞かないから。あの、ちょっとそのままで。ちょっと腰をつかまないでって。よし、取れました。あの、百瀬さん、これ探してた口紅でしょうか？エミリーちゃん、見つけてくれたの？見せて見せて。あー、これスティックのりね。全然違うわ。オーマイガッド、ずるずる。落ち着きます。いおりちゃん、ごめんね、話の腰折っちゃって。ところで、何の話してたっけ？ここまで共通点がゼロで団結力のないチームがあるなんて、今日のステージが成功するビジョンが全く見えないわ。水瀬さん、大丈夫です。特に根拠はありませんが。だから根拠がなかったらダメに決まってるでしょ。今日の鳥は4人で歌うのよ。少しでも完成度の高いステージにするためには、もっと団結力を高めないと。伊織様、申し訳ありません。私が至らないばかりに。別に謝ってほしいわけじゃないわ。私は最後の一瞬までできることはやっておきたいの。いおりちゃんって若いのに偉いわよね。ちょっと気安く頭を撫でないでよ。こら。ねえねえ、そういうことなら一つ提案があるんだけど。提案？提案？団結力を高めるためには、みんなで一緒にいる時間を長くして、お互いのことをよく知るのが一番だって思うんだけど、それはみんなも納得してくれるわよね。だったらさ、今日のステージはソロの曲を歌うとき以外ずっと一緒にいるっていうのはどうかな。相手のパフォーマンスをみんな一緒に間近で見れば、お互いに考えてることがよくわかるって。わお、素敵な提案です。確かにそれもありなような気がするわね。じゃ決まりね。これきっとうまくいくと思うわよ。なんて言ったって、私の友達の通称合コン嵐の綾から伝授された合コン必勝テクの一つだから。合コン？そうそう、隣の席に座るとか、一緒にトイレについていくとか、まずは物理的な距離感を限りなく近づけて、相手をよく観察することこそが相思相愛になるための第一歩だって。物理的な距離、わかりました。合コン、百瀬さん、合コンというのはどういう伝統芸能なんでしょうか？私知りたいです。あんたは別にそんなの覚えなくていいの。やれやれ、先が思いやられますね。あんたには一番言われたくないわよ。はぁ、本当にうまくいくのかしら。
シアター第4回公演スタートです。みんなよりみんなに会えて嬉しい。今日来てくれてありがとう。ということでナムコプロライブシアター、みなせよりちゃんと愉快な仲間たちのステージが始まるわけなんだけど、その前にねえ、その水木なんでしょうか。どうして私の前にしゃがんで私を見上げてるわけ。どんな顔をして話してるのか観察しています。あ、もしかして迷惑。迷惑に決まってるでしょ。私の隣に近すぎるから。いやー、いおりちゃんってコメディ向けの人材だったんだね。私勘違いしてたかも。誰がコメディ向けよ。ステージの上にドッカンドッカンと笑いの神が降臨中です。笑いの神様がどこかに来ていらっしゃるのですか。さすがは八百万の神がいらっしゃる日本。私も神様の姿が見たいです。あれ、これはいわゆる受けているという状態でしょうか。嬉しいです。皆様ありがとうございます。私とっても嬉しい。あ、私まだ自己紹介をしていませんでしたね。日本では土足は失礼ということなので、こういう時は靴を脱いだ方が。うわ、ステージで靴脱いでどうすんのよ。なんでステージ始まって5秒でお笑いのステージみたいになってるわけ。まあまあ、まだ先は長いんだから、これからこれから。さあみんな、今日は私たち4人でみんなをキューッとでスイーッとなステージに連れて行ってあげちゃうからね。いおりちゃん、今日だけどお笑いステージに路線変更する？今の笑いはあんたの話し方のせいでしょ。あの、お取り込み中のところすみません。私、皆さんに話があります。どうしたの水木、いきなり改まって。私は真壁瑞希です。緊張しています。よろしくお願いします。自己紹介するにしてもタイミングがずれすぎでしょ。でも今のでいい流れになったかもね。あの、ゆうり様、それではそろそろ私の出番ということでしょうか。そうね、これ以上ボケが発生しないうちに始めちゃいましょう。それじゃあエミリー、最初の曲よろしくね。あー、ちょっと待ってヨリちゃん。今日はお互いにじっくり観察をしていくって決めたでしょ。だからみんなでエミリーちゃんを特等席で応援しましょうよ。特等席？ここよ、ここ最前列でみんなと一緒に応援よ。水木早っ。もうなるようになるしかないわね。それでは皆さん、今日は私たちの魅力にノックアウトされちゃってくださいね。ナムコプロライブシアタースタート。スタート。聞いていただきました。ご清聴ありがとうございました。私、勇気を出して日本に来て以来毎日楽しいことばっかりでした。でも
今日は一番楽しい日になりそうです。あ、イオリ様、私の音いかがでしたでしょうか。ちょっとその呼び方はいい加減やめなさいってば。確かに初めて会った時、イオリ様って呼びなさいって言ったけど。そうですか。でもいろいろなことを教えてくださるイオリ様は、やはりイオリ様という呼び方が一番しっくりきます。ちょっと、あ、別に拍手するところじゃないでしょ。本当にもエミリー、そろそろパフォーマンスコーナーを始めちゃってちょうだい。わかりました、イオリ様。それでは私の特性を披露させていただきます。それではこちらの箱の中から紙を引かせていただきます。よいしょ。引けました、引けましたよ、イオリ様。え、ちょっといちいち私に振らないでってば。本日私が披露させていただく特性は、イエス、できるって思うけど。とはいえ、どんな俳句を読めばいいのでしょうか。今から旅に出かけるのは少々時間的に難しいですよね。そんなのできるわけないでしょ。歌い終わった今の気持ちとか、さっき歌っていた時の気持ちを読めばいいのよ。なるほど。それではしばし考えますので、この時間は皆様にお任せいたします。ちょっといきなり振るのはやめなさいってば。エミリーちゃん、結構度胸があるっていうかマイペースな子だったのね。知らなかったわ。皆さん、それではしばらくの間、私のクイズでお楽しみください。なんで瑞希ちゃんが。第1問、飴は飴でも甘い飴はなんだ。あ、問題を間違えました。瑞希、余計なことをしなくてもいいから降りてきなさいってば。ということで終わりです。まったく、あの子は何やってるのよ。瑞希ちゃんなりになんとか時間つぶしをしてあげようって思ったんじゃない。瑞希ちゃんって案外優しいところあるのね。よし、できました。瑞希さん、ありがとうございました。イエイ。それでは一句披露させていただきます。舞台下、見下ろせばほっと安心です。皆様とお友達が見てくれてますから。皆様、どうでしょうか。ありがとうございます。私、人前で俳句を作るのは初めてでしたけど、とっても楽しいですね。癖になっちゃいそうです。いおりちゃん、突っ込まなかったのね。それ俳句じゃなくて短歌でしょとか、言葉数が全然違うわよとか。まあいいんじゃない、こういうのは決まりよりも気持ちよ、気持ち。いおりちゃんも可愛いところあるじゃない。ちょっと頭を撫でるのはやめなさいってば。それでは続いて瑞希さんのポーカーポーカーを聞いていただきます。私も特等席で応援しちゃいますから、皆様も一緒に応援しちゃいましょう。
ということで、皆さんには私の歌を聴いていただきました。どうでしたか？ありがとうございます。私結構喜んでます。みずきちゃん、可愛かったわよ。可愛かったですか？それはとても良かったです。みずき、ちゃちゃとパフォーマンスコーナーをやっちゃいなさい。まだまだ後ろは控えてるんだからね。大丈夫です。私の本気見せますから。いおり様、みずきさんは何をするんでしょうか？私気になります。あれだけの自信なんだから、それなりにすごいってことよね。それではここに箱がありますので始めようと思います。ジョコ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 、えい、ハート、オーマイガー。はい、マジックのパフォーマンスでした。皆さん、こういう時は拍手ですよ。こういうのありなわけ？ありなんじゃない？あの子結構面白いわね。プロデューサー、素晴らしい拍手です。つまり成功ではないかと思うのですが。よかったです。それでは続きまして、百瀬莉央、Be My Boy を聞いていただこうと思います。どうぞ。あの百瀬さん、水木さんがもう曲の紹介をしてしまいました。ちょっと待ってよ。あのみんな、少しだけ、ほんの少しだけ待ってて。フライングでした。ちょっとお茶目な百瀬さんですが、曲の方は大人の魅力たっぷりです。私と違っていろいろたっぷりなんです。それでは改めまして、百瀬莉央、Be My Boy を聴いていただこうと思います。どうぞ。ちょっと、なんで笑うのよ。
見てられないわね。大丈夫です、百瀬さんは可愛いですから。そうかしら。でもあたふたしてるところは結構可愛いかもね。もうしょうがないな、そんなに私の女を見たいわけ。いいわ、今日は全部見せてあげるから。ねえねえ君、私今日は帰りたくなくなっちゃったな。近くに24時間営業の食堂があるんだけど、どう？ちょっとちょっと、みんな欲しがりすぎだって。まだ満足しないなんて、お姉さんびっくりだぞ。うん、それじゃ次は本気出しちゃおうかな。あ、でもその前にちょっと待っててね。ねえねえいおりちゃん、一応参考までに聞いておこうと思うんだけど、さっきのなんかまずかった？エロすぎたかな？全部まずいでしょ、色気が全然感じられないわね。あの、気を落とさないでください。もう落としてるわよ。どうしようかな。あの、百瀬さんは可愛いんですから、そのままでお話しされた方がいいと思います。公演が始まる前も可愛かったです。そのままか。うん、エミリーちゃんを信じますか。はいはい、お待たせ。じゃあもう一回やっておこうかな。ねえねえ、私のリップどこに行ったか知らない？あ、見つけてくれたの？ありがとう。ところでこのリップ誰のために買ったのか知ってる？これ、君のために綺麗になりたくて買ったんだからね。ちょっと、これって OK ってことでしょ？やったー！ありがとう、ファンのみんな！あ、あと、私はこれっぽっちもさっき言ったようなことはないから安心してね。昨日買ったリップも、実際エア彼氏向けっていうか、悲しいけど。ひより様、百瀬さん、可愛かったですね。うん、あれはあれで、きっと頑張ってるのよね。さあ、それでは続いて、水瀬ひよりちゃんでプライベートロードショーを聴いていただこうと思います。軽やかなナンバーをみんなで楽しみましょう。それでは、どうぞ。それのどこが優しいのよ。
さすがはプロデューサー、なかなか分かってるじゃない。私がダメ出しをしてあげるのは優しさの表れなんだから。ニヒヒ。なかなか一筋縄じゃいかないよね。そんな簡単に理解できるようだと付き合ってても楽しくないでしょ。長い付き合いになるならなおさらね。長い付き合い、はい、私長く付き合っていただけるように精進いたします。うんうん、その心がけはいいんだけど、そろそろみんなステージに上がんなさいよ。いつまで立っても終わらないじゃない。あ、確かにそうね。みんなのことがいろいろ分かった気がする。なんかみんなと一緒でよかったな。私もです。私は外国人ですから、皆様の団結の邪魔ではないかと内心不安でしたが、大和なでしことして応援してくださる皆様に向き合う姿勢に違いはないと、そう確信いたしました。以下同文です。ここで手を抜いてどうすんのよ。本当にあんただけもつかみどころがないわね。でも最後の曲は今までで一番の出来になる気がする。いえ、絶対になるわ。んじゃ、そろそろ行っちゃいますか。それではナムコプロライブシアターへご来場の皆様、本日は私たちの公演にお越しくださいましてありがとうございました。最後の曲はセンチメンタルヴィーナスです。皆さん最後まで一緒に盛り上がってください。始まる前に話されていた合コンというものについて詳しく教えてもらえないでしょうか。え？合コン？はい。あんたがそういうことに興味あるなんて、なんていうか意外だわ。あの、いおり様、私も合コンという伝統芸能について詳細を教えてもらいたいです。ちょっと、さっきもあんたは知らなくてもいいって言ったでしょ。でも日本のことでわからないことがあるのは悔しいんです。私は大好きな日本のことは何でも知りたいんです。そんなこと言われても、正直私もあまりわかってないし。ちょっとリオ、あんたが撒いた種なんだから何とかしなさいよ。そんなこと言われても私もそんなに知らないもの。居酒屋でご飯食べた後みんながどこに行っちゃうのか私が知りたいくらいよ。あの、はぐらかさないでください。私は真実を知りたいんです。でもそんなこと言われたって。あの、何か不満でもあるっていうの？冗談です。え？本当は特に知りたくないんですが、知りたいという冗談です。あ、そういえば
プロデューサーに報告をしないといけないんでした。それでは、一足先に、レッツラゴー。なんていうか、水木さんはとっても楽しい方ですね。そうね。まったく、これじゃあ私も笑うしかないじゃない。ねえ、私たちもプロデューサーくんのところに行きましょうよ。水木ちゃんだけじゃ何言ってるかわからないし。え、